この間散歩した水湖殿ですけど、今日は水湖殿、行ってみたいと思います。土壌唐揚げ、はい、いいよ、うん、まだ頼む。石川先生の鳩橋の例を歌った時の写真でございます。これは僕一人で頼まって、ね、作曲から、うん、まんま味付いてないの。味付いてない。まあ、うまい。ランクがもう一定で持ってしまう。なんだ、うまいよ。あ、刺身食った。唐揚げ言うから天ぷらみたいけどな、これを食べる。やっぱ店員が全然違うな。うん、柳川みたいな。失礼します。はい、どうぞ。はい、マスターパスタ作りますよ。今も来られると思います。なんで過ごしたの。そんな知らないです。そうなんや。牡蠣昆布焼き火力アップ。ひっくり返した。グツグツしてきたわ。うん、祝いね。ほんまに感じになりそうな気しないけどね。マックスバリューの手前だから。夏の裏の方まで。シミの大根って結構高いです。シミの大根。そうなん、めっちゃ言うたらね。赤おかげでいい会社が行かれるから、言うわ。じゃあ他頼むから。なるほど、行く行く行く。うまっすよ。やばい、苦しい。車との付き合い方、全然違うよ。レベルはあの、町の反対側のなんか3000ぐらいです。あー、あー、あー、でも美味しい。一番下がったのは、食後45分の107、なんと、中途の変化に抑えられたんです。ホッケ焼きっちょい。最近、緑茶梅酒。それほど段差があるわけでもないのに。うまい。これつけたあの、甘さを抑えてシンプルで美味しいやろ。うん、そうだけど。65歳以上高騰すると、やばい。10人に1人が足の骨折などを受けられる。何を知ってるか、こういうさ、うん、のが肥料工事ではね。そう、そういうことない。お尻かくなるみたい。こういうことない。やばい。ちょっと待ってくださ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 い。ちょっと待予習クイズで最初に成功したことを祝ったら本当にそうなるあって、うん、今日は俺そのつもりで来たから。俺もでもほんまにやっぱ考える時間っていっぱいあるから。はい、ごちそうさまです。はい、すいません。はい、こんな明かりでいいかな。もうこう、はい、はいはい、
はい、はい、どうもです。はい、水濠伝さんでした。ね、ちょっともう酔っ払いました。はい、また次どこ行こうかな。それではまた、ドライクは。はい、それではまた。